礼拝を始めたいと思います。まずはじめに聖書を朗読いたします。本日の箇所はイザヤ書53章7節です。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、気を狩る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。以上になります。それではプレイズをお願いいたします。皆さんおはようございます。今週1週間も主により守られ、ここで愛する兄弟姉妹と共に賛美できるこの喜びを感謝します。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、どんな時でも私たちと共にいて、火の中も嵐の中も水の中も共にいて守ってくださっています。私たちの一生を良いもので満たしてくださるこの主に心より感謝しつつ、元気よく賛美を捧げていきたいと思います。主は良いお方、ご起立いただける方はどうぞご起立ください。ご一緒に賛美いたしましょう。
1コリント15章42節にもあります。死者の復活もこれと同じである。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、
卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。恐れは信仰に、死は復活に、ついに変えられる永遠の朝、私たちに復活が与えられていることを心より感謝します。賛美歌21575番、旧婚の中庭をご一緒に賛美いたしましょう。主の祈りを唱えたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではお座りください。聖書朗読いたします。本日の箇所、ヨハネの福音書19章8から12です。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトは言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私を
あなたに渡したものにもっと大きな罪があるのです。以上になります。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本日もこのように礼拝を支えることができ本当に感謝いたします。あなたから日々の生活に本当に十分な恵みをいただいていること本当に感謝いたします。いつもあなたが私たちを導き、あなたの言葉に従っていけるように私たち一人一人を整えてください。ですが教会から離れ日々の生活が始まると、あなたのことを忘れ、あなたに感謝することすら忘れることが多くあります。私たちの心の中に小さな悪が できそれが大きなものとなり、人を妬んだり不平不満を言うことが本当に多くあります。そして時に人の前では自分は全く悪がない、罪あるものでないという振る舞いを見せ、いい格好だけをすることが多くあります。ですがその心の内には本当に悪が多く広がっていることがあります。そのような中、どうかいつもあなたからいただいている恵み、愛、平安を心に満たすようにしてください。あなたからいただいているこの大きな恵みを私たち一人一人が毎日感謝することができるように導いてください。そして私たちからその愛、平安がにじみ出て周りの人に影響を、いい影響を与えることができるように、私たち一人一人があなたの働き人となることができるように導いてください。そしてこれから語られる言葉がこれからの一週間私たちの糧とし、心に留まるように私たち一人一人の心を導いてください。整えてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通しお祈りを捧げます。アーメン。それでは先生に愛の沈黙というタイトルでメッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。私は水曜日ここへ来るときですね、最近はいつもナビに頼って来ます。で最近はナビがトパンガキャニオンをこう案内してくれるんですね。それなもんですからトパンガキャニオンを通ってパシフィックコーストを通って10を通って4-5に乗ってくるんですけれども、皆さんはそういったことないと思うんですけれどもね、多少郷土は遠くてどのようになさってるかわからないんですけれども、ナビがあるゆえにですね、私たち本当に今トパンガキャニオンとっても綺麗なんですね。雨が多かったせいか川が流れてるんですね、結構まあ2メートルぐらいの川が流れてるんですけれども、水量が多くてですね、木の間をそういう流れがあるのを見るとですね、ものすごく心が癒されます。もうなんかこう心に引っかかったものがあってもですね、そういった景色を通らされてここへ来ますと、ものすごくこう爽やかな気になりますね。トパンガキャニオン突き当たりがこれがオーシャンなんですね。海岸線が広がってそこもまた綺麗なんですね。そういったところを通してくださる、それによって本当に心が爽やかになるっていう、ことで本当に不思議だなと思わされます。私たちも確かなものに導かれる時ですね、心に平安が来て本当に、爽やかな日常が送れるんじゃないかと思います。この間兄弟がですね、従順って何ですかって聞かれたんですけども、私たち
本当に神の言葉に従順になっていくときにですね、心に平安が来ます。従っていくときにですね、思いもかけない素晴らしい道が開いていくことを思わされます。それでは一言お祈りさせていただきます。天の父の神様、あなたを褒めたたえ本当に感謝いたします。私たちこうして礼拝する場所を与えられ、そして自由に神様のことを話せること、本当にありがとうございます。今日の迫害ニュースの中では、ラオスの方が30年働いたにもかかわらず、年金が信仰者であるがゆえにもらえない、そしてパキスタンの2人の女性が信仰者であるがゆえに強姦された、そういうニュースがありました。どうかすべての抑えられている国々が、民族が、人々がそのプレッシャーから解放されて、救われて、自分の権利を回復する日が来ますように、どうぞお願いいたします。どうかあなたご自身によって、この今苦しみの中にある方々を覚えて、どうぞあなたが慰め支えてくださいますようにお願いいたします。今も自由に礼拝できない国々があることを覚えます。どうぞあなたが守ってください。信仰者であるがゆえに嫌な目に遭いませんように、どうぞお願いいたします。沈黙することなく、どうぞ語れる国となりますようにお願いいたします。それぞれの教会、それぞれの国々をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。これからの礼拝の上にあなたの油注ぎをお願いいたします。どうぞ語るものを清め、強めて、あなたの御用のためにお持ちください。この祈りを主イエスキリストのお名前で御前にお捧げいたします。アーメン。14日からですね、アッシュウェンズデイ受難節になりました。皆さんも今いろんな受難に苦しみに遭われている方々があると思いますけれども、そこをですね、どのようにイエス様が乗り切っていかれたか、そのイエス様の御業をですね、確かめながらご自分の苦難も乗り越えていかれることを願っています。イエス様の十字架の苦しみを心に刻むときですね、私たちがイエス様の苦しみ悲しみを心に刻むとき、それが受難節です。レントの時です。ヨハネの福音書の18章からはですね、受難物語が始まってきます。で、今日は19章から取ってあります。愛の沈黙というタイトルをつけました。このヨハネの福音書はですね、他の3つの福音書には、見られないイエス様の姿を描いています。それはどういった姿でしょうか。ここのヨハネの福音書にはゲッセマネの祈りがないんです。ヨハネの福音書では最初からこのゲッセマネの葛藤は克服されたものとしています。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうかっていうふうな御言葉がありますけれども、こういうふうに、ありますので、ゲッセマネの葛藤はヨハネの福音書の中ではありません。自ら苦難を受ける決意を
なさっていることがここから伝わってきます。私たちどうですか？自ら苦難に向かっていくその決意ありますか？私たち本当に信仰者として兵士ですね。戦っていくものなんですね。ですから本当に苦難に立ち向かっていくそのね決意が必要なんです。今日の箇所の直前でですね、ユダヤ人たちはイエスが神のこと自称したので死罪に値するとローマ総督ポンテオピラタに訴えたことが記してありますね。するとピラトはこの言葉を聞いてますます恐れました。なぜならピラトはイエスが無罪であることを知っていましたね。ここに何度も記されていますね。ですから神の子であるかもしれない男を十字架刑にしてしまうことを恐れました。ですからピラトは再び監督のこの官邸の中に入り、お前はどこから来たのかとこう聞かれます。今日のこの絵がそうかもしれませんね。神の元から来た人なのか、それともお前はただの人なのかと質問しました。しかしイエス様はどうでしたか？沈黙されて何もお答えにならなかったんです。弁解すれば十字架刑を免れたかもしれませんにもかかわらず沈黙されました。そしてピラトは次のように言いました。10節、そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権利があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？とこのように言いました。するとイエスは次のように答えられます。上から与えられていなければあなたは私に対して何の権威もありません。上からっていうのは神からという意味なんですよね。ピラトは総督として自分には最高の国家権力が委ねられており、イエスを釈放する権限も十字架刑にする権限も自分が握っていると思っていたんです。しかしこの権威は神からのものであることをピラトは知らなかったんです。国家権力っていうのはそれを手にした者たちが私利私欲を満たすために私物化してはなりません。むしろ上から神から国家権力を委ねられ、神に仕え神の御心を行うために委ねられたものであることをいつも頭の中に置かなければならないんです。イエス様は両手を縛られ何もできない状態でピラトの前に立たされていますけれども、本当はイエス様はローマの権力にもユダヤ人たちの悪い思惑にも縛られていないんです。イエス様の生死は誰が決めるんですか？天の父なる神の御手の中にあるわけです。ピラトの手に握られているのではありません。イエス様はご自分の決断をもって十字架への道を神の御心として選ばれました。イエス様の生も死も父なる神の御手にあります。私たちもそうですね。父なる神の御手に私たちの生死はあります。そしてですね、この皆さんこの刑をなんて
読みますか。難しい字なんですね。違います。まあ、十字架につけられたイエス・キリストの画家が描くとき、どういうふうに描かれるでしょうか。服を剥ぎ取られて、両手両足を木に打ちつけられていますけれども、あらゆるものの上に立って全てのものを支配されているように描かれているんです。その中でもこの16世紀初頭にこのブラマンティーノが描いたイタリアの画家ですけれども、絵はイエス様の左右に、犯罪に、真ん中のイエス様の両脇には手を合わせて礼拝している天使と悪魔の姿があります。そしてイエス様の頭上には、今日の御言葉にありましたように、ギリシャ語とラテン語、ヘブル語でイエス様の罪状が書かれています。ユダヤ人の王ナザレのイエスというこの罪状書きが掲げてあります。そして上の方にですね、ちょっとぼーってしてはっきり見えてませんけれども、月と太陽が描かれています。太陽と月が空に浮かんでいる様子が描かれているんです。天使も悪魔も太陽も月も、すべてのものを支配される王としてのイエスをここで描こうとしたように思われます。私たち人間から見れば完全に敗北したかのように見えるこの方が違っているんですね。死に勝利される方なんですね。聖書の世界、神様の世界、これはパラドックスですけれども、本当に逆転勝利ですね。私たちが考える勝利とは全く違いますけれども、十字架で贖いの死を遂げることでですね、私たちの人間の罪を許して、罪から解放して、そして本当の自由をもたらしてくださったこの方、父なる神の御心に最後まで従われたわけなんです。もしイエスが十字架の苦難のこの境遇に身を置かなかったなら、私たちは永遠に罪の奴隷の境遇から自由になることはなかったわけなんです。ピラトはユダヤ人の声に屈してしまって、正義を貫くことができませんでした。イエス様が無罪であるにもかかわらず、どうして死刑台へと追いやったんでしょうか。ユダヤ人はイエス様に対する妬み、憎しみがありました。そのためにピラトを、煽ったというかね、一番ピラトに最も苦しいことを言ったわけなんですね。それだけユダヤ人は巧妙でしたね。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだと12節にあります。この人を釈放するなら、あなたはカエサルの友ではありません。カエサルって誰ですか。ローマ皇帝、カエサルの友ではないとピラトを追い詰めました。これでピラトはもう逃げ道がなくなってしまったんです。どうしてですか。ピラトにとって最も恐れていたことでした。ローマ皇帝の怒りを買うならば、ピラトは立ちどころに総督という地位を失ってしまうんです。それでピラトは正義を貫くよりも自分の知恵を守る方を選んだわけなんです。何の罪も見出せない方を十字架の死に引き渡してしまうことになってしまったんです。
エスの十字架の死は人間の罪から生じたものであると同時に神の救いの技であったということなんですね。この点からもう一度ピラトの法廷でのイエスがなぜ沈黙なさったか、その意味を考えてみたいと思いますね。今日の聖詩、このイザヤ書53章7節にこの意味を明らかにしてくれるものがありますね。ここではイエス様が羊に例えられています。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。羊ってどんな動物ですか？強い動物ですか？羊はとっても弱い動物なんです。だから自分を守ってくれる羊飼いの後についていく従順な性質を持っています。羊は毛を刈られる時も、ほふり場に引かれている時にも、羊飼いを信頼して疑うことのなくですね、羊飼いの後についていくんです。すごいですね。本当にほふり場に引かれて行かれる時にも羊飼いを信用して疑うことなくついていくんです。イエスは身に覚えのないことで裁判にかけられ、そして偽証する者たちに取り囲まれて、口も開かれませんでした。着ている服は剥ぎ取られ、唾をかけられ、何度も背中を鞭打たれ、頭には茨の冠をかぶさせられ、それでも口を開かれませんでした。これはですね、貼り付けって読むんですよ。貼り付け系、この漢字貼り付けって読みます。両方で何か貼り付け系ですね。着系って書いてある。両手両足をですね、釘付けにされて苦しみを受けられた時にも口を開かれませんでした。この方は誰にも成し得なかったその技をですね、私たちのために成し遂げてくださったんです。この御子の従順と十字架の犠牲の死によって、私たちの罪は贖われ許されました。ですから、ここで羊に例えられているイエスの沈黙は、父なる神を信頼するがゆえの沈黙なんです。父なる神を信頼するがゆえの沈黙です。ですから余計なことは言われなかったんです。ただ父なる神を信頼して、羊のように引いていかれたわけなんです。そしてもう一つ大切な沈黙の意味は、それは私たちを愛するがゆえの沈黙です。ピラトの法廷で口を開き、十字架刑から免れることもできました。しかしそれでは自分の命を救うだけになってしまいますね。私たち人間の命を罪から救うことはそれではできなかったわけなんです。それを分かっておられたので、イエス様は嫌なことを言われても侮辱されても決して口を開こうとされませんでした。この真逆の人がいますよね。自分に不利なことは一切語らず、自分の罪を覆い隠そうとする不誠実な人ってのはこのように見られますけれども、
イエス様は法廷で自分を訴える者に言い返すことをされませんでした。ひたすら苦しみと侮辱に耐えて愛を貫かれました。愛の沈黙です。父なる神の愛を信頼して私たち人間を救うという聖なる沈黙ですね。この沈黙はいかなる言葉よりもはるかに雄弁に神の愛を語っています。このイエス様の沈黙に隠された愛を知るときに私たちもまた苦しみの中にあるとき神の御前に沈黙するという勇気を与えられます。ある一人の婦人がいました。この婦人は重い病気を患っていて何十年も病床に伏していました。来る日も来る日も病が癒されることを祈りました。でも病気は良くならず辛い日々が続きました。普通だったら自分のことで自分の病気のことで精いっぱいの状況なのに、彼女は毎日教会のために、そして教会の兄弟姉妹のために一人一人の名前を挙げて取りなしの祈りを続けました。祈りに覚えるそれぞれの問題を具体的に挙げて、彼女はその人たちのために神の助けを祈り求めたんです。そして彼女はいつも最後にこう祈りました。その人があなたの御前に沈黙しますように、こう締めくくったんです。なぜそのように祈ったんでしょうか。それは神に祈る際に一番大切なことは神の御前に沈黙することであることですね。彼女はよく知っていたのではないでしょうか。私たちは人生においてさまざまな試練や苦しみを通ります。その苦しみや不条理の中にあるとき、苦しみが一刻も早く取り除かれるように神に祈ります。しかしですね、そこで大切なことは私たちも祈りにおいて神の御前に沈黙して、神は今私たちが抱えている苦しみや不条理を通して私たちに何を語りかけようとしておられるのかを聞き取ることなんです。それが私たちが今苦しみや不条理の中にある理由かもしれません。神がこのことを通して私たちに何を語りかけておられるのかをそこで沈黙して神の御前に静まることが大切なんです。そして十字架にかかられたイエス様の沈黙の中に私たちを救い生かす神様の愛を見出すことなんです。本当にそこに神の愛があることを見出してほしいです。神様と出会ってほしいと願っています。私は19歳の時ですね、話が急に飛ぶんですけれどもアメリカに来ました。その時ですね、予防接種が義務付けされていました。皆さんも早く来られた方は予防接種をなさって来られたと思いますね。パンナムで来ましたね、ずっと昔ですね。そして予防接種の場所がですね、青山学院大学でした。皆さん、青山学院大学の大学のモットーをご存知ですか？サーバントリーダーシップです。上に立つリーダーこそ皆に仕えるしもべ、サー
ーバントにならなければならないという考え方なんです。これは皆さんよくご存知ですね。マルコの福音書10章43から45節に書いてありますけれども、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいって、こうあなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと語られたイエスの御言葉から導き出されていますね。イエス様は身をもってこの言葉を示されました。弟子たちの足を洗い、ただ沈黙して人々の罪を担い、十字架の苦しみを耐え忍ぶ姿を私たちは知っていますね。私たちはバイブルからこのようなことを学んでいます。ここに上に立つものがあるべき姿が示されています。私たちも本当にね、心ない言葉、もう本当にね、沈黙せざるを得ないですね。その言葉が通り過ぎるのを待つしかないという時が何回もありますけれども、イエス様も沈黙されたんです。唾をかけられ、本当に殴られ、茨の冠をかぶさせられ、汚い言葉を浴びさせられましたけれども、沈黙を通されたんです。言い返すことはなさいませんでした。私たちもですね、そのイエス様に習いたいと思います。そして受難の時、私たちも主の御言葉に従って、不誠実な沈黙ではなく愛ゆえの沈黙に生きるものとなることができますように、主に祈り求めたいと思います。それではお祈りさせていただきます。天の父なる神様、今ポンテオピラトの法廷で沈黙を守られたイエス様の姿を心に刻みます。私たちもまたあなたの御前で沈黙し、苦難の中で語りかけられるあなたの御声を聞き取り、あなたの御心に従うことができますように、今私たちに聖霊の力を注いで、どうぞ信仰を強めてくださいますようにお願いいたします。レントの時、この時、黙想の中で日々を過ごし、この世の苦しみや不条理のただ中にあって、あなたの助けをひたすら求めている人々のために、問いなしの祈りを捧げることができますように、その人たちのために行動できますように、どうぞ力を与えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。松川先生、ありがとうございました。続きまして、賛美歌121番、まぶねの中にを賛美したいと思います。Thank you.
献金の時を持ちたいと思います。アッシャーの方よろしくお願いいたします。天の恵みに富とも父なる神様、今朝も健康を与えられまして、あなたの御堂に集められ、あなたの御名を礼拝賛美することができましたことを心から感謝申し上げます。今朝は大塚先生を通してあなたの御言葉の解き明かしを伺いました。必要な礼の糧を与えてくださり感謝申し上げます。これから新しい週の一歩一歩を踏み出すわけでございますけれども、場合によってはこの世的な悲しみや苦しみや困難に打ち当たることもあるかもしれません。ともすれば現実からあなたを見上げ、多くの場合にその現実に埋没することによってあなたを見失いがちではございます。そうではなくて、あなたを通して現実に向かい合い、そのこの世的には苦しい悲しい困難な時にもあなたの御心がそこにあると、そのつらなことを受け止めていくことができますように、そこから与えられる平安喜びをまだあなたを知らない方々とに伝えていくことができますようにお導きをお願いいたします。ただいま捧げましたもの、あなたからいただいた豊かな恵みに対する感謝の印としてお捧げをいたします。どうぞ清めてあなたの仕事のためにお使いください。この祈りを一人一人の祈りに合わせまして、イエスキリストの御名を通してあなたの前にお捧げをいたします。アーメン。続きまして正英賛美歌541番を賛美し、その後先生に祝祷していただきます。お立ちになれる方はお立ちください。見舞いにおられるお一人お一人の上に、そして今さまざまな抑圧の中で叫び声を上げておられる大勢の方々の上に、主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが今も後も常しえまでもあらんことを、アーメン。